可愛いね、このパーカー。可愛い。こうやってさ、こっちできる？片方ってうまくできなくない？ん？せーの、デカです。ブーです。デカのブーです。よろしくお願いします。お願いします。明けましておめでとうございます。お、明けましておめでとうございます。今年第1回目の動画です。今年もよろしくお願いします。お願いします。今年初のどんぐり共和国で購入したものを紹介したいと思います。今年初のどんぐり共和国で初めて買ったものです。紹介していい？早速いいですよ。まず1個目、おじゃじゃーん、ででかわいい、かわいい、ボーネズミのクッションです。お、かわいすぎない？かわいい、かわいい。このほっぺ、ほっぺいいね。このタフタフしてる感じ、このね、おててが細かいのよ。おててと足が、おてと足が、神隠し。ボーネズミのね、うん、人形を買おうと思ったら人形がもう全部売り切れて、うん、でもクッションだけ売ってたの。おで、クッションめちゃめちゃかわいいじゃん、うん、だから買っちゃいました。かわいい。これは買っちゃうね。ということで1個目の購入品紹介でした。はい、じゃあどうぞ。泣いてます。僕今年はすごいよ。もうね、うん、今年に入ってて2万円買い物しちゃった。どんぐりとは。さあ行くぞ。何買ったでしょう？何を買ったんですか？どんぐらい買ったんですか？たくさん買ったの？いや、今日紹介するのは3品です。3品。あ、じゃあ質問しようかな。何？カンテラとは何でしょう？カンテラ、あの長崎で美味しいさ、はい、ふわふわしてさ、なんだろうそれ。カステラやないかい。じゃじゃーん。あー、あれだよね、ゼニーバのお家に行く途中。じゃじゃん。あ、これこれこれ、え、すごい光っとる。じゃじゃん、この裏がですね、刻印というか印がついてるんですね。すごい、かっこいい。すごいね、リアル。この手、そう、結構 ね重いの。ほんと見て見て、重くない？手がちゃんと、もう細かい作りがすごいよね。ね。こちらが2個目のお買い物でした。うわ、かわいいね。いいね。後ろに。いいよね。ちょっとこれは一目惚れ。ね。じゃあ次。お、最後。3品目ですね。じゃじゃーん。ポーズがいっぱいシリーズのバロンでーす。お、あのバロン様ですか？バロン様です。なんかいいわ、喋ってて。ん？なんか喋っててって言われると逆に喋ることないんだよね。なんか喋っててって言われなくても喋んないじゃん。そうなんだけど、うん、この絵がいいね。見えにくいから。じゃあこれちょっと一個ずつ開けていきますかね。すごい、ん、すごいすごい。え、待って、最初からシークレットだった。早でもね、必ずシークレットが入ってるね。コンプリートセットボックス的な。そう、本当に箱入りだから。なるほどね。じゃあ何、ちょっと楽しみでいたのに、なんかどれが出るかみたいな。もう絶対出るんかいな。そうだよ。なんだい。あ、バロン様出たよ。バロン様、バロン様出るんで。あ、出るんか。バロン様の、あ、お辞儀してるタイプですね。ね、かっこいい。ジブリ共和国のグッズってさ、うん、そう、クオリティが高すぎて買って外れたことがない。すごい、シークレット、このキャラクターにするところがまたすごい。わかる？これ耳をすませばの中に出てくるさ。それはあのポケモンでいうレディバ。何でもいい、ちょっと開けて。すごくない？ちょっとこの羽でわかる人いるかな。この羽でわかったらすごいな。私のほんと3番目ぐらいに好きな作品。あ、3番目なんだ。いや、でもそこはちょっと迷う。トップ3には入るの？
それ聞く。すごい、このキャラクターをシークレットに入れるところがもう素晴らしいよ。センスいい、うん、センスいいの、あんまし分かんないんだけど、文句なし、文句なしですか。めちゃくちゃ時間かかりそう。まあ作ってはいって感じだね、うん、今もうここ使って結構シークレットする。じゃじゃん、見て、わかるこのキャラクター。わかんないよ、こんなポケモンのレディバみたいなキャラクター。すごい、これシークレットは素晴らしい。だってこの子の単体のグッズないよ多分。本当に多分ね。お、できた、できた、やった、かっこいい。ちょっと耳をすませばファンの人言ったらこの子について話そう。そうね、語ってください。あ、お、いいよ、ちょっと紹介してて。じゃあ綺麗、本当にこれ大きいし、作りもすごいよ。こんぐらいですね、サイズが。かわいい、でも。かわいい。いやー、これはいいね。買ってよかった。本当、うん、そう思ってくれてよかったよ、こっちも。でも自分で買ったんだけど、なんか、その言い方だとさ、買ってあげてよかったみたいな言い方じゃない。違った、じゃじゃーん。聞いてた。あ、かっこいい、その杖の持ち方かっこいいね。バロン様、そんなバロン様か、僕しか似合う。これはあ、これ置物の時のバロン様だ。5つ目、置物の時のバロンだね。杖がすごい細いんですよね。ラスト、これも置物の時のバロンですね。全6種類開封しました。バロン好きにはたまらない。ジブリ共和国のオンラインで売ってるのでぜひ見てみてください。おーおお、落ちた。ちょっとめちゃくちゃ見にくいけど。シークレットじゃないね。あ、俺シークレットじゃない。でっかくて、でっかいなと思って。千と千尋やんけ。あ、違ったか。はい、次。カステラだったか。おい、シークレット落とすなよ。金取れちゃったじゃん。金食べちゃった。逆。あ、なんか怖っ、これ。こいつだけなんか。こいつ言うな。だって名前知らないもん。名前あんだっけな。私も名前は忘れちゃったけど。にーわいえ。にーわいえって何？にわかってたんだよ。にわいえってなんだよ。にわかって言ったの、うん、全然聞こえなかった。にーわいえって言ってたよ。にーわいえ、にーわいえ、やった、すごーい、いいね。ちょっとバロン様多すぎだって。ちょっとこっちの順番の方がいいんじゃない、こういう。というわけで、はい、どんぐり共和国の購入品紹介でした。はい。ぜひ同じものまだ売ってると思うので、ね、探してみてください。見てください。この動画がいいと思った方は高評価を、ジブリ好きな方も高評価を、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではさよなら、バイバイ。バイバイ。